博さんに今年の参加の意気込みをお聞きしたいと思います。金子さん、意気込みをお願いいたします。はい、ご紹介ありがとうございます。レトロックです。3年ぶりにこの原宿スーパーよさこいが開催されるということを大変嬉しく思っております。レトロックはちょうど3年前のこのお祭りでデビューさせていただいたチームでして、本当に思い入れのあるお祭りですし、またこのステージに帰ってこれたことを本当に光栄に思っております。今日1日、あ、2日なんですね、明日まで2日間よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは準備をお願いします。さあ、レトロックのみんな帰ってきました。原宿スーパーよさこい2022楽しんでいきましょう。ご覧いただいている皆さんも一緒に楽しんでいただけたら幸いです。それではご披露いたします。レトロック2022タイムカプセル、はっ。
2日間楽しみましょう。はっ、ありがとうございました。